皆様空港のあのー、USB 充電ポートを使ってますかあれあんま使わない方がいいですよ。っていうのはですね、あの、もも使っちゃいけないのが、空港の USB ポートにこう線がついてたら、あらっきーと思ってスマホブスーって刺してね。あのー、それが最悪です。最悪の iPhone だったら、この USB ポートを、あのー、USB の線を信頼できますかし 信頼しますか信頼しませんかみたいなあの選択肢が出るので、まそこで信頼しないとってね、ブスッと、ハッとしてね、ブスッと抜いてくれればいいんですけども、まあ、大体ね、何も考えずにね、ポチって信頼するとして、で、パーンってねあの、充電して、ラッキーみたいなね、そんな感じでやる人も多いと思うんですけども、あの、まあ、一応僕はね、ウェブの専門家として言わせていただくと、えー、ハッキングのいいかもですよね。 その線に細工仕組んでたら、あなたの中のデータ全部抜き取られます。遠隔にいるノートパソコンでとかね、あので待機しているハッカーに全部見られちゃいますねあの。例えば今、この線、空港の線刺しながら、なんだろうな、画面上でこう見ているそのブラウザ、アプリ、全部撮影されて、全部ぶっこ抜かれる可能性があります。もっとえぐい線だったら、 アプリの中の中情報もも全部抜かかれれるかもしれないですよねでそれがどうしたの俺に隠すもんなっんて何もねえやっていう人もいるかもしれないですけどもいやそんな甘い話じゃないんですよ残念ながらあーっていうのも Facebook のログインパスワード ID からメルカリとかねもう一番えぐいのが銀行あのジャパンネット銀行とか UFJ とかみずほとかいろいろゆうちょとかありますよねそれのアプリに登録しているパスワード ID 全部ぶっこ抜かれますよねうん あと、クレジットカード勝手に使われるとかね。まあ、そういうのは結構エグいですよね。で、金持ちもバカじゃない、あ,あ、間違った。ハッカーもバカじゃないんで、あの、そんなもう少ない預金残高はあんま狙わないんですよ。リスクも高いし。まあ、二つに分かれますよね。一つは超金持ちの銀行預金残高1000万とかね、あるとかあ、 何 ?1000 万も預金あんじゃん、引き抜こうってバーンって引き抜くパターンもあるし、もう一つは、その、ちまちまね、100円ずつクレカから使おうかなとか、100円ずつ銀行から引き出そうかなとかね、まあそういったハッカーもいますよね。うん。ちまちま型ね。うん。まあ、現に、その、クレジットカードから謎の,あのサービスと称して100円ずつ抜い,て抜いたっていう事件がね、世界仰天ニュースでありましたけども、うん。まあまさにありえますよね。 うん、ね、あので結構ねえぐいのがその海外のアメリカ人とか特にねアメリカ人とかのハッカーってこういったねえぐいことやってねお金を引き出したりとかえぐいことやっても逮捕はされます一応形式上は。逮捕されるけど司法取引でお前そんな優秀だったらブラックハッカーなんてやってないでホワイトハッカーやれっつって。 FBI とかねあの人材抜擢されるんですよだから結局優秀なハッカーっつうのは悪いことやったところで結局ね FBI とかホワイトハッカーに転身すればいいじゃんっていうことで開き直ってやっちゃうってやつもいるんですよだから結構ねえぐいんですよ特に空港ってそういった外国の方がすごく多いので平気でそういうことやっちゃうんですよねでも日本の場合はダメですよ日本の場合は日本人の場合は あのブラックハッカーやったりやったで刑事罰対象になって無所にぶち込まれます。で司法取引もなくなりますよね。うん。ただまあ10年後は分かんないですけどね。10年後ぐらいになったらもうハッカーとかが圧倒的に今数足りないんですよ。特に日本っていうのはもっと足りない。ああ、ということで、あの日本語が分かるハッカーっつうのはすごく足りない。まあ今でも足りない状態なんでね。あだから今ウェブプログラマーなんて年収1000万はね結構硬いですからね。 年収600万を保証されるぐらいの勢いなんでそこをねセキュリティハッカーなんてしったらもっともっと高いですよで一つのワンサービスフェイスブックとかね今後なんかサービスできるじゃないですか TikTok とかね今すごいですしそういったウェブサービスとかねセキュリティのさあなんつうのそういったセキュリティが必要とするサービスができればできるほどあのハッカーって必要になるんですよで巨大になればなるほどハッカーが必要です も,もちろん GAFA、Google、Amazon、Facebook、Apple というようなところもどん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 今、ねあのー、社員も増えていってサービスも拡大してます。ですればするほどハッカーが必要になるんですね。ホワイトハッカーがね、セキュリティハッカーが必要になります。ということで、圧倒的に今後見ても人口が足りないんですよね、ハッカーというのはね。うん、まあだから、話しそれちゃいましたけど、まあ、そういったその、 あまあなんだろうな要するにそういったハッカーが増えれば増えるほどちょっと空港の USB にね細工したりとか細工した線をね USB にブスッとさしてるやつらも、まあ、悪いやつらも増えるかと思いますとあまだねあんまり顕在化してないんですけども表面に出てないんですけどもあ今後増えるニュースだなとニュースというかまあまあそんな 記事だなとは僕は思いましたねちょっとブライトサイドのね、今回は空港の USB 充,充電ポサポートは絶対に使ってはダメっていう動画を見て思ったんでちょっとシェアしましたと。あですからあの空港の、ね、USB ポートは気軽に使ってはいけないよってことですよね。うん、USB ポート自体に再行することは3分で完了できるらしいですよ。1000なんてね、あのブスーってさして終わりなんでね、一瞬で終わるじゃないですか。あとは、まあ、もっと広い範囲でいったらスターバックスとか、 なんだろう。ドトルとかありますよね。あ,あいたところで、無線 Wi-Fi あるじゃないですか。あれも結構危ないですよね。まあ、危ないよなーって分かってるけど、みんな使ってますよね。ああね、そんな甘い話じゃないですよね。あれ結構実は。ノートパソコンで使ってたら、例えばネットショッピングやって、Excel に、ね、お客様情報、電話番号とかあ、メールアドレスとか、ノートパソコンにぶち込んでいくとするじゃないですか。 したらそれも吸い取られちゃうとかね、ありますからね、全然。うーん。まあだから結構ね、公衆 Wi-Fi って危ないんですよ。あとは鍵のマークが入っていない Wi-Fi ってあるじゃないですか。街中とか行ったら。あ、ラッキーと思って、まあ誰のかわかんないけど使っちゃおうと思って使うじゃないですか。あそれ自体はも、あの、もう犯罪じゃ犯罪なんですけどね。まあ万引きと同じような窃盗罪みたいな感じでね、捕まっちゃうんですけども。まあ まあそれも申告罪なんでその使っているポートを解放 Wi-Fi を開放している人が警察に訴えない限りは別に罪にならないんでみんな気軽に使っちゃうんですけどもまあそれが結構トラップだったりするわけよトラップね俺がね悪いハッカーだったら鍵を開けといて誰かがあ使ってるなと思った瞬間にまず ID とパスワード見ますねああ ID とパスワードまあ あーなんか入ってきたなあと。あ、こいつの ID とパスワードの,あのネットバンキングの見てやろうとかね。Facebook の見てやろうとか言ってね。まあそんなこともできちゃいますよね。うん。とかね。まあそんなことはできちゃいますよ。勝手に投稿したりとかね。あーまあいろいろ。ね、覗き見したりとかもね。中のあのスマホに入っている写真フォルダとか見てね。ああ。 まあ、その中にエロ画像とかね、自分で撮ったエロ画像とか自分で撮ったエロ動画とかね、あのー、そういうのあると、<laughs> まあ、盗まれてねあの、闇マーケット、ブラックマーケットに売られるかもしれないですよね。そういった、ね <laughs> まあ、そんな感じでね、もうセキュリティはスマホに大切なものを入れていれば入れているだけ、 あの無線 Wi-Fi とか空港の USB 充電ポートとかもね危なくなってくるので、まあ、基本的にはもうモバイルバッテリー使って Amazon で買ってね、まあ、災害用にもなるんでね、まあ、それが一番無難ですよねアナログが一番結局無難ですよええーうん、っていう感じですよね、うんまあ、高度情報化社会ねあ,のあなたの家のねその 例えばオフィスとかオフィスもそうですけども、まあ、ラブホとかね賃貸で借りた部屋とかね前の住居人とかが盗聴器とか仕掛けている可能性もあるしねあの今すごくねこんなちっちゃい本当に2 3ミリのカメラまで5マ粒みたいなカメラまであるんであそこからねあのセクロスしているシーンをね撮ったりとか、まあ、日常会話とかねあの盗み撃きできるのでね まあそこにあのネットバンクの ID、パスワードの情報とか言ってしまったとか、まあ、誰々の悪口言ってるとか、まあ、企業のね秘密とか言ってしまってるとか、まあ、特にね権力者とかそういった盗聴とかされやすいですからね、まあ、それによってね、俺こんなこと考えてんだよねって社長がポロッと言っただけで株価がねあの上がったり下がったりするようななんでね、ツイッターでさえね、まあ、それを一,一足早くね、 まあ、この入手したりとかすると、まあ、あまあ、投資的には大成功もしちゃうだろうし、まあ、いろいろ使われちゃいますよね。うん。あ,のあと、ずっと無言がついてるなと思ったら家にいないなと思ってね、あの家に侵入するとかね、まあそうい、そういったこともできるのでね、あの、まあ、本当に、なんだろうね、安心して、ね、なんか、住めない社会になってきましたね、セキュリティが。 もうセキュリティの戦いですね、本当にね、高度情報化社会ってうのはね。あこれがね、いい面はね、あるんですけどね、便利でね、あサクサク情報も取得できるし、ただ悪い面は、こういったセキュリティをね、甘いところを狙ってね、情報を盗み取るやつがいるってことですよね。ですから、あんまりこう、性善説に成り立ってるじゃないですか。 あの公共のバタから、公共のバタから大丈夫大丈夫って言って性善説に成り立ってますけども、本当にね、結構いるんでね、ッハッカーってね。本当気をつけて終わいですよ、うん。知らないうちにね、やられても取り返しつかないんでね、うんまあ。結構日本であんまり聞かないですけどね、結構アメリカとかガンガン銀行口座の金抜き取られたとか、まあ、日本でもね、あのフィッシング詐欺とか流行ってますからね。あの全く同じようなサイトにログインして、 メールで届くんですよ、ある日。あのー、そろそろセキュリティ上危ないんでパスワード変更してくださいねーっていうメールが届きます。あ、そうなんだって。じゃあ、パスワード変更しとくか、ポチって URL を押して。そして、パスワード、電話番号とかね。そこになぜかクレジットカードを入力する情報があるんですよ。まあ、よくわかんないけどって、登録しますよね。で、完了と押しますよね。もうそれフィッシング詐欺です。まっ 全くジャパンネット銀行とかとかね、全く同じサイトを作って、えー、入力させる、これがフィッシング詐欺です。まあ、そしたらもう簡単に情報を抜き取りますからね、うん。で、お金とか残高がたまった頃にね、バーンって抜いたりね。まあ、あとはね、まあ、全員やる人だったら、そういう金を抜くとかしないで、そのバンクの情報をね、裏社会に売ったりするやつもいますよ。そして金取るってやつもいますね、結構。 ああのー、ブラックマーケットっていうのがあってはっきり言って普通にググって検索する情報なんて、あのー、氷山の一角なんですよ本当にタイタニック号がぶつかったあの氷山あの本当に一角なんですよブラックマーケットっていうのはもう90%ダークウェブっていうんですけどもこういうのねあーダークウェブの中にもディープなダークウェブと、まあ、普通のダークウェブっちゅうのがね、まあ、暗いより暗いっていうえぐいのがあってあそこで 人人殺人につき100万円で受け負いますとかねあそういった結構エグい情報も垂れ流しにあるんでねあの普通に自動ポルノの動画画像とかも垂れ流しになってるしあまあそういった方の方が実はねだ世,界で見たですよ世界で見たら結構エグいんですよ90%ト占めてると言われてますだから我々が普通に見ているグーグルの世界っていうのはわずか全世界の,あの10%の情報にしか満たないんですよね、まあ、そういったダークウェーブ僕もね、まあ、昔はね結構 あまあ見てたりしてましたね。危険覚悟でね。あそうすると、何年前かな ?10 年ぐらい前かな見てたんですよ。10年前見てたらいきなりパソコンが、あのー、プーって言って画面がバーンって真っ暗になったんですよ。で、そのままピューンって電源切れたんですよ。マジ怖くないですかで、次電源つけたら、 まあ普通に起動したんですけども。要するに、お前誰を見るなっていう暗号かもしれないし、うん。まああとは普通にソフトウェアね、なんかダウンロードしようかなと思って、動画編集ソフトなんかいいのないかなと思って、海外に適当にダウンロードしたら、ノートパソコンが感染して、超重くなって、あのー、おかしいなと思って、アバストっていうね、セキュリティソフトをあのインストールして見てみたら、ウイルスに汚染されてたっていう話ですよね。うん。それも結構厄介なやつよね。 まあ結局もう初期化せざるを得なくて初期化しましたわ。うん。っていうことです。あまあそんな感じでね、もうセキュリティの世界についてはまたちょっと切りないので喋りますけども、まあ一応僕もウェブの、ウェブの世界によりね、端くれなんでちょっと詳しいんですけども、まあそういったことについても喋ればなと思いますと。ということで今回ですね、ちょっと話しておりましたけども、まあ広い意味でセキュリティという話についてしましたけど、まあとりあえずね、空港の USB 充電ポートとかね、あの、スタバとか Mac のあの、 無線 Wi-Fi じゃなくても普通の鍵開いてる無線 Wi-Fi とかあとメールから来るフィッシング詐欺うんとかねうんああいうのは本当に気をつけた方がいいですねうんまあ本当にフィッシング詐欺の場合は怪しいなとかね本当かよと思ったらあの電話するといいですよね銀行に直接で本当かどうか確かめるとかねまあそういったのがいいかなと思います はい。というわけでね、今回の雑談ね、まあ超適当すぎましたけど、<laughs> まあいいなと思ったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃ。